冷手テ沖海戦時の伊勢伊勢型戦艦は、大日本帝国海軍の戦艦の艦級である。本級は不装型に引き続き建造された、ちょうど級戦艦である。同系艦は伊勢、日向の2隻。当初は不装型戦艦の3番、4番艦として予定されていた。しかし、予算の関係で予定していた3番艦の機構が遅れ。 しかも不層型に欠陥が見つかったため再設計された。不層型の問題点で解消できた部分は多いとはいえ、口述する問題点等も含めると、まだまだ日本独自の技術よりはイギリス式から受け継いだ流用技術に依存するところが多く、当時の日本の嫌韓事情の問題点も伺える。英国技術を日本流に消化させ、 日本独力の技術で建造された純正戦艦と呼ばれるようになるのは次の長戸型戦艦まで待たなければならなかったとも言われる。本型は近藤元木博士の設計である不創型の戦隊設計を参考として経験を積み重ねて成長してきた艦成本部の若き精鋭人の知恵を結集して設計され随所に 日本的発想と設計を感じ取ることができるものである。本級の船体形状は前級の朝鮮首楼型船体と打って変わって、艦首側のみ還元の高い単船首楼型船体を採用している。これは前級では簡板に、直置きだった3番、4番手砲塔が本級では背負い、式配置になったことで重心の上昇を抑えるために、 選手郎甲板が3番司法等基部で終了させたためである。このため、選手楼の居住区画の一部を複方形スメートとして配置したために、日本海軍戦艦中、居住制スペースは最悪の艦になってしまった。監視形状は弱く傾斜した、クリッパーバウでその下は底部まで垂直に切り立っている。 傾斜の全くない監視乾板上に 35.6cm 連装砲塔を背負い式で2機装備し、2番砲塔基部から、髪型から見て六角形の上部構造物が始まり、乾板一段分上がって、司令塔を基部として三角中条の見張り所が設けられ、それを基部として頂上部に射撃式所と中段に、操打環境を持つ三角式の全部マストが立つ。 その背後には、間隔の狭い2本煙突が立つ。2本の煙突は、断面は小判型で共通だが前後で高さが異なっており、1番煙突のみ高かった。2番煙突の背後3番手砲塔が配置し、そこで、先手郎看板は終了し、中間板上に4番手砲塔が直置きされる形で、後ろ向きの背負い式配置で2機となっていた。 関西艇は3番4番主砲塔砲撃時の爆風による損傷を避けるために2番煙突の左右に爆風よけの壁を設けてその中に関西艇置き場とした。関西艇は全部マスト後方の2脚のそれぞれ1脚を基部とするジブクレーンが片毛に1機ずつ軽2機により運用された。4番主砲塔の後ろに後部司令塔を基部に持つ。 後部三脚式マストが立ち、完備間板上に35.6センチメートル連装砲塔が、後ろ向きに背負い式配置で2機が配置された。これは、アメリカ海軍のワイオミング級と同一の配置で、高設計と言えた。こうした外国の設計を取り入れる柔軟さは、複砲にも引き継がれた。なお、砲塔前立ても強化され305ミ、mm、リメートルとなった。 本級の副法である三年式十四センチメートル速射砲は全級では船体中央部から放射線上に配置したが本級は船体形状が短い選首楼型船体となったために必然的に艦首側の選首楼に集中配置されたこのため一番主砲塔前方に単独で一機、選首楼原側部に8機、甲板上に棒立て付きで 片言一機ずつを配置した。これにより、片1十機の計二十機を装備したが、監視側の二機は波浪による浸水を招いたために、春工後に撤去されて十八機となった。また、春工後対空攻撃用に、7.6センチメートル広角砲が採用され、これを単装砲画で、環境側面部の張り出しに、片言一機と、後部三脚の左右に、 片弦1機ずつの計4機を配置した。これに伴って、甲板上の1 4トル砲2機を撤去して、副砲は片弦8機ずつの計16機となった。この武装配置により、全方向に、最大で3 5 6トル砲4門と1 4トル砲2門と7 6トル砲2門 5方向に 35.6cm 砲4門と 14cm 砲4門と 7.6cm 砲2門、左右方向に最大で 35.6cm 砲12門と 14cm 砲10門と 7.6cm 砲2門を向けることができた。本級の手法は全級に引き続き、45口径41式 36cm 連装法を採用している。 その性能は、重量 673.5kg の手砲弾を、最大行角20度で射距離2万5000メートルまで、届かせることができる性能であった。本級の手砲灯は不走型と異なり、固定角度装填だった。装填機構は自由角度装填に変更されて、行角20度から深く5度の間で装填でき、発射速度は、竣工時点では、毎分2発であった。 方針の行角は25度、深く5度で、動力は蒸気ポンプによる水圧駆動であり、補助に人力を必要とした。旋回角度は1番2番5番6番手法塔は、左右150度の旋回角が可能であったが、前後を上部構造物に挟まれた3番4番手法塔のみ、前後に40度の四角があった。あとに、 対象10年度の第一次近代化階装において、手法行革は30度まで引き上げられ、最大射程は行革28.7度で3万メートルに引き上げられた。副砲も当初は一発の打撃性能を重視して、50口径41式15センチメートル砲を引き続き採用するはずであったが、 当時の日本人の体格に合わせて口径が小さい50口径3年式 14cm 砲を新規開発して搭載した。これはフランス海軍のクールベキューが複砲の速射性能と球団の容易性のために 13.9cm を搭載したことにならったものである。その性能は 重量 38.6kg の砲弾を最大行角20度で射距離15,800メートルまで届かせることができる性能であった。砲身の行角は20度、深く7度で動力は人力を必要とした。旋回角度は140度の旋回角が可能であった。装填機構は自由角度装填で、行角20度、深く7度の間で装填でき、 発射速度は、毎分6から10発であった。装備数は全球よりも小口径になった分を補う、ために門数を増やし単装砲20機となった。その他に、40口径3年式8センチメートル、広角砲を、単装砲がで4機、53.3センチメートル、水中魚雷発射管6機を装備した。 元設計の負倉系の全長205.1メートルよりも伊勢型では208.2メートルと約3メートル伸びた。その他の変更は被弾時のスプリンター防御を強化し、走行重量は約6190トンに及んだ。防御走行配置では負倉型とほぼ同一であるが、採点は傾斜している。中央部の防御乾板がボイラー室と弾薬庫の上では、 装甲板の下場と合わさった点である。従来の艦では、ボイラー室の上で平らになっていた。艦板防御も8 5ト、mm、ルになっていた。伊勢型戦艦は操縦性に問題があり、訓練中に艦隊進路の外に飛び出す危険性があるため、後続艦は伊勢、日向の進路に注意する様に艦隊内で周知されるほどであった。 全球まで採用されていた国産の宮原式ボイラーは燃料消費が激しい欠点があったが、本級から採用されたロゴカンポニ式ボイラーは石炭、重油根昇水管管であった。水深タービン機関は性能比較のため、伊勢と日向では異なっており、伊勢では巡航用タービンを備えたブラウンカーチス式、直結タービン、一方の日向はパーソンズ式であった。 姉妹ともに、高速型タービン2機と低速型タービン2機の構成で、これにより出力は全球よりも 5000PS 上昇した 45000PS となり、速力は0.5ノット増しの23ノットを発揮した。高速性能は、石炭4600トンと重油1411トンを、満載状態で14ノットで9680回利と、計算された。 小規模改装後の日向1921年に手法の行革を25度から30度へ引き上げて長距離砲戦能力を向上させ1924年に手法等速拒離を気線長6メートルから8メートルのものに更新して速距能力を高めた同時に全部環境と周辺の改装が行われ指揮所、見張り所等の多数のプラットフォームが追加された 全症状部に、包位板照準装置を装備するとともに前後、マスト状に統一射撃のための射撃用指標板を装備した。全部マストは多層化し、信号下駄は延長され、伊勢は、くの字型だが、ひなたは直線型であった。公開環境、昼戦環境、夜戦環境のクローズド化、前後三脚症構造の両原部にあった7.6センチメートル。 三層広角砲は、新型の、89式 12.7cm 広角砲に更新され、装備位置は同一で、連装砲がで4機が配置され、これに伴い全部マストに91、式高射射撃装置2機が装備された。さらに近接戦闘用に、非式 4cm 連装機関砲2機を装備した。発射式書。 単焦灯追尾式装置等の各種砲栓施設は後の改装でも増備した。また、肺炎逆流による塩害防止のために、不層型と同様に一番に煙突にスプーン状の倍煙余計が取り付けられた。また、この頃に一番六番手砲塔を除く四機に、砲塔速虚偽が装備された。五番砲塔上部には水蒸気が搭載された。 1926年から1928年にかけて、さらに全部環境を、ヤグラ形式への改造と、関西機を1機から2機へと増やす改造を行った。1930年代に本型モタクラスに伴って、近代化改装を行った。改装内容は、工房層すべての面に及んだ。 軍令部は1934年9月25日の想定で6万5000トン34ノットの新型戦艦4隻を建造するとともに、日向、伊勢の主砲を40センチメートル砲に換装することも検討している。だが、伊勢型の主砲換装は実現せず、従来通り36.5センチメートル砲の能力強化に落ち着いた。主砲の行閣は、 従来の30度から43度へと引き上げられて、最大射程は35,450メートルとなった。副砲も、砲画を改造して、従来の20度から30度へと引き上げて、最大射程は19100メートルとなり、主法、副砲の射程距離の延伸を図った。それと、並行して、砲線式装置の改善、大型化、環境速距離を、 基線長10.5メートルへと大型化した。これに伴い四方塔天外の走行圧を76ミリメートルから152ミ、mm、リメートルへと増圧し、副砲棒立ての走行圧を増した。また、防御力不足の不満もあった、減速走行の範囲を充実させたことにより、走行重量は9525トンから12644トンへと増加した。 さらに水平防御と大魚来水中防御能力の向上に重点を置いた装甲配置の改良がなされた。他に 40mm 連装機関砲2機を96式 25mm 連装機銃10機へ変更した。指揮官ではロゴカンポニ式ボイラーを石炭重油根召喚24機から重油戦召喚8機へと更新され、推進機関は 姉妹ともに直結タービン2期4軸推進から、カンポン式、オールギアードタービン4期4軸推進へと統一され、これにより出力は8万 HP へと増大し、速力も25ノットを発揮した。石炭貯蔵庫が廃止され燃料は重油に一本化、されたために、重油タンクは伊勢、4249トン、日向、4250トンとなって、後続性能は、 速力16ノット巡航で伊勢は1100海里、日向は7870海里へと延伸された。この時に関数の削減に伴って環境に近い一番、煙突は撤去され、代わりに二番煙突を大型のものに換装追い風時の倍煙被害は解決された。また、これに伴って関西低置き場は一番煙突後に設けられて、ブラストスクリーンは、 大井が大型化された。さらに完備部の船体を6メートル延長して、速力向上と直進性を向上させた。伊勢型に対する、これらの改装は、伊勢は1935年8月1日に着手し、1937年3月23日に完了し、日向も1934年10月24日に着手し、1936年9月7日に、 完了した。特殊船、新州丸に移設された、日向の旧二番煙突。本物の煙突は、船尾下舷より上艦端後部の細い、小型煙突であり、ガミー煙突は、新州丸の日中戦争実戦投入前に、設置されたものであるなお、この大改装時に撤去された、日向の二番煙突が、優秀な船舶、終艇兵器の数々を、開発装備していた。 帝国陸軍船舶部隊が運用する揚陸艦こと特殊船新州丸に移設されている。新州丸は本格的な世界初のドック型揚陸艦であると同時に航空機運用能力を持つ強襲揚陸艦の先駆的存在でもあり、その中間般に設けられた約12機収納可能な航空機格納庫の存在を取得するため、 および特殊船を複数保有していると偽装するために、海軍の協力によって余剰となった、日向の旧二番煙突をダミーとして転用した。航空戦艦に改装された伊勢1942年5月、伊予灘で、司法射撃訓練中に、日向の第五砲塔の創薬が、砲塔内部で爆発、多数の死傷者を出す、大惨事が起こった。砲塔を撤去した後に、 鉄板で仮設の蓋を張り、その上に96式 25mm3 連装機1 4機を設置した。この後、ミッドウェー海戦における主力空母4隻を大量建造する改めご計画を策定した。しかし、これら新規建造館の収益は昭和19年後半以降と見積もられ、より短期間で空母戦力の増強を行うために、 空母階層を前提とした艦艇の階層工事に着手するとともに既存艦の航空母艦改造を行うことになった。ヤマト型を除く戦艦、巡洋艦が階層の検討対象となった。しかし、長戸型はヤマト型に次ぐ主力艦であり断念された。高速戦艦の混合型階層は魅力的だったものの研究の結果、 工事量が多く改装に時間がかかりすぎると判断され除外された。最も戦力的に活用されていない不装型と伊勢型が候補に残った。だが、全通飛行甲板を持つ通常型航空母艦に改造するには1年半以上を費やす大工事が必要であることから通常型航空母艦への改造は断念された。 そこで一部の手法等を撤去して格納庫や航空機作業乾板を設置、射出機で艦上爆撃機を射出する航空戦艦への改装が代案として浮上した。軍令部の要望は手法は6門のみ副砲撤去と対空兵装強化多数航空機の搭載であった。改装対象にはやはり不装型と伊勢型が検討されたが、 不走型よりも若干高速で、先の事故により、第5砲塔を撤去中だった、日向の工事に合わせて実施することになった。13士艦爆の開発成功も、航空戦艦への改装を後押しすることになったが、後に14士水爆を本型の艦載機にすることに変更された。当初、4番から6番砲塔までを撤去する案や3番から6番。 砲塔までを撤去する案も検討されたが、前者は5番6番砲塔のみを撤去する案と、搭載機数がさほど変わらないと判定され、後者は、搭載機数をむやみに増やしても、射出機による連続発艦では攻撃隊前期の発進に費やす、時間も大幅に増して攻撃隊の行動半径が減少してしまう難点があり、最終的には、 工事期間短縮と資材節約のため、後部の5番6番手砲塔のみを撤去する案で決定された。空母部分の概要は、上艦ンから高さ6メートル、飛行艦ン幅全部29メートル、後部13メートル、長さ約70メートル、水運付近にカタパルト2機を装備する。格納庫は閉鎖式で、断片防御は考慮されていない。 航空機用の軽出油タンクは6番砲塔後に設置され、111立方メートル、76トンの容量だった。航空機用弾薬庫は5番砲塔後に設置され、前期3回分出撃分を搭載した。飛行甲板は、後半の上にコンクリートを流して固めた仕様だった。また、航空戦艦階層と同時に、副砲の全廃と、 広角砲の増強、機銃の増強も行われている。連合艦隊の要望は2 5ト、mm、ル機銃100丁だったが、社会の確保、射撃装置との連動、機銃の生産力等の諸条件により、改装直後は2 5ト、mm、ル3連装19機に落ち着いたという。その他、舵取り機室周辺の防御力強化や燃料タンクの増設なども行い、 航続距離は16ノットで9500海里に向上した。伊勢型に対するこれらの改装は、伊勢は呉海軍交渉で1942年12月23日に着手し、1943年9月5日に完了。日向は佐世保海軍交渉で1943年5月2日に着手して、1943年11月30日に、 完了した。この階層には、クレコで、建造中止になっていた、ヤマト型4番艦、111号艦を解体した、資材が流用されている。また、同艦建造中止により手空きになった、完成本部第一部とクレコ方向部が、伊勢型階層作業に加わることになり、搭載射出設備の設計と現場工事に投入された。なお、この後に、 不装型の航空戦艦への改装も訓練済みだったが昭和18年6月に計画は中止された航空戦艦となった伊勢・日向は輸送作戦に従事した後1944年5月1日に伊勢・日向及び第634海軍航空隊によって第4航空戦隊を編成し第3艦隊に編入された関西機は 水星搭載を予定していたが、水星11型、水星12型は、射出機での発進を想定した設計ではなかったため、補強改造を施した、水星22型を予定していた。カタパルト上に2機、射出甲板上に11機、格納庫に9機の合計22機である。これは、高速の環状爆撃機による、 敵航空母艦への先制攻撃が予定されていたことによる。その後、随運も搭載することになった。運用は格納庫から、昇降機で航空機作業艦板へ艦載機を上げるところまでは、通常の日本空母と同一だが、艦載機をトロッコに乗せて、左右1機ずつの一式2号火薬式射出機に乗せ、射出することとした。彗星の場合は射出後、 最寄りの基地や空母に帰還させるか、水上不時着させて搭乗員だけ回収させるより他、なく、一方の図輸は、水蒸気のため、射出後は海面に着水させて航空機作業看板に設置された4トンクレーンで回収することとした。射出間隔は30秒に1機で、5分間で、全機射出可能と計算されている。対空戦闘を行う一世艦の改造終了時、 水星、随運の生産配備が遅れたことにより、伊勢型は、艦載機未搭載のまま戦線復帰、第十一水雷戦隊に所属して、輸送作戦に従事した。その後、第三艦隊第四航空戦隊を編成した。艦載機隊として、第六百三十四航空隊が編成され、その一部を両艦に搭載して、機材の整備、訓練が進んだ頃、搭載機は、 台湾沖航空船の影響で、フィリピン方面に転用されてしまったため、実質上は、戦艦として、都市合作戦に参加、縁歌の岬沖海戦にて、伊勢、ひなたは、米国北数を弾幕射撃により撃墜。松田千秋少将発案の爆弾回避術を駆使して、被害を全く受けなかった。また、この出撃の前に、 対空用に飛行甲板上に基準を設置したり、12、平方センチメートル8連装分身砲を装備する、小階装を受けている。その後は格納庫の搭載スペースを買われて、南方資源を本土に輸送する任務に就いたりもした。その任務終了後、呉郊外の伊勢は温度、日向は那ー、情島沖に係留される。 そして7月28日の対空射撃終了後に、伊勢が行った射撃が、日本戦艦が行った最後の砲撃である。クレで大破着艇した日また。世界で唯一、航空戦艦回送を実現したのは、旧式戦艦からの改造艦である日本の伊勢型だが、搭載機が間に合わなかったことなどもあって、結局は、 戦艦としての働きしかしておらず、マリアナ沖海戦では間に合わず、唯一の見せ場である、レーテ沖海戦では、小沢寺三郎中将式のもと、第一機動艦隊の一角として参加したものの、実質的に空母としてではなく、戦艦の扱いであることに変わりはなかった。最終的には、後部手法の社会を遮る搭載機発進用、射出機を撤去していることからも、 この二艦の航空戦艦への改造は失敗であったと言わざるを得ない。しかしながら、レーテでは、艦載機の代わりにその艦艦上や周囲に十二平方センチメートル八連装分身砲九十六、式二十五ミリメートル広格機銃などの多数の、対空火器を装備して、噴船、両艦とも帰還できたことや、北号作戦において格納庫スペースを活かして、物資を満載しつつ、 不上接触してきた、米潜水艦を、ひなたの司法射撃で撃退した実績がある。元来の意図とは全く異なるものの、結果的に、航空戦艦への改装が実践で役に立ったと言える。ありがとうございます。